皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。ここは、豊平川の豊平橋、 FLHQ から歩いて50分ぐらいですかね。いや暑いな。本日は2021年7月の23日、金曜日ですよ。いや暑いね。ちょっとこの店の近くの景色、どうぞご覧ください。豊平川、はい、藻岩山も見えますね。ちょっとねここから歩いて、札幌の方はよくご存知の景色かもしれないですね。はい、左手には、店の反対側にあたります、ブライダルサロン、教会型の、はい、そして、このマンション2棟建っている左側です。はい、パーキングありますね。はい、FLHQ の住所は札幌市中央区南四条東4丁目7-1、はい、1階です。こんな感じです、奥のまっすぐはススキの、ちょっとパンしますよ。そして、今日皆様にご紹介したいのは山と道、はい、ミニ2ですよ。はい、グレイ、エルム、マスタード、ML サイズ、あと、ブラックも入りました。ちょっと見にくい中で見ましょうね。今、店頭から見えるように飾りました。はい。こんな感じですね。ローローマウンテンワークスも、しっかり入ってます。はい、こんな感じで。よし、じゃあ早速。で、この、国道36号線の直角の、この道に沿い、ここは駐車場2台ですからね。はい、こちらはコインパーキング、ご注意ください。ではちょっと店内行きましょうよ。はい、FLHQ パッと回す。はい、今外側から見てきましたね。しっかり山と道、ミニトゥ、グレイ、エルム、マスタード、ブラック、そして、欠品していましたミニ、グレイ、ブラック、ホワイト、ML、特に M サイズないのなんてよく聞かれたんですが、入りましたね。はい、さあ、できますよ。で、3の、ね、これは、ダルゴールドも、ジップポケットはないスタンダードとメッシュですね。 M と L サイズが入荷いたしました。はい、どうですか。ちょっと奥の方行きましょうよ。今日もねたくさんのお客様が来られてね本当撮影、この時間になっちゃいましたよ。もう夕方、西日が暑いんですが、ね、こんな感じで行ってます。はい。ということで、あと、UL パッドも、3のブレスタブルパッド、ミーのブレスタブルパッド。はい、こちらは、ジップパック、ジップサック。ね、入っています。どれぐらい入ったかというとですね。あ、これいいんですよ。こうね、撮影に寄り道しちゃうか。はい、ヘリコンテックスのね、はい、チェアですよ。いいでしょ。これはあと最後の1点になっちゃいましたね。レンチェアコヨーテ12,800円、税込みです。何がいいかってね、このビアジョッキが入るんですよ。こっち350感が入るんですね。このポケットがついてメッシュでいい。そして一番いいなと思ったのはこのハンドルがついてね、持てるんですね。はい、なかなかいいですよ。横にもハンドルがあってなんて、あ、いけないこういうことじゃなくて、そうなんです、はい、ねえ、
ミニ？あ、3 L サイズ、ね、ブラック結構もう売れてなくなっちゃいました。これミニのブラックトイルもある。はい、これはミニですね。じゃない、これは3だ。何を言ってんでしょうか。はい、ミニの L ブラック、あ、だいぶなくなっちゃいましたね、入ってきたばかりというのに。こちらはミニのグレーエルムマスタードの L サイズ、どうでしょうか。まだありますよ。はい、これはミニ2の M サイズはもうあと 1,2,3,4 あ、数がない。もうでもまだあるかな、今日土日の週末ね、来るかな、ミニ2のブラックの M。 はい、ということで、もう今日は一日もうお客様の来店も多くて、品出しをしたりね、バタバタしてましたけど、はい、それは明日、明後日の、はい、ご来店に合わせてね、急遽動画を作ってみました。ということで、こんな感じです。ちょっと見てください。ということで、はい、本日の、断蔵チャンネルの動画は、ミニ2大和道のバックパック、人気のね、それが、M サイズ、L サイズ、ブラック、エルム、マスタードぐらい4色すべて入りました。それと3の欠品してたカラー、ダルゴールド、メッシュポケット、スタンダードポケット、 M、L サイズ入荷しましたんでね、はい、皆様どうぞウェルカムご来店くださいよ。ということで、本日の動画は終了とさせていただきます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。